ルードルフ・ハルビヒ・シュターディオンはドイツザク選手ドレスデンにあるサッカースタジアム3リーガ 1FC ディナもドレスデンのホームスタジアムである地元出身の陸上中距離選手ルドルフ・ハルビヒにちなんでいる1923年6月にドレスデナーカンプ・フバーンとして完成1937年にイルゲン・カンプ・フバーンに改称した 1945年2月のドレスデン爆撃で破壊されたが、1951年9月にルードルフ・ハルビヒシュターディオンの名で陸上スタジアムとして再建した。1971年に東ドイツ政府当局によりディナモシュターディオンと改名させられたが、1990年のドイツ再統一によりルードルフ・ハルビヒシュターディオンの名称が復活した。 2010年12月にバイエルンのエネルギー会社グリュックスガスが命名権を取得しグリュックスガスシュタディオンに改称した当初は2015年までの契約だったが2014年夏に契約を打ち切りシュタディオンドレスデンとなった2016年2月25日に DDV メディアグループが2020年6月30日までの契約での命名権を取得スタジアム名を ddv シュターディオンとしたが、こちらも早期に契約を打ち切った。2018年8月、コンズムドレスデンとドレーバクシュタットベルケドレスデンが共同し2021年までの契約で命名権を取得、スタジアム名をディナモシュターディオンかルードルフ・ハルビヒ・シュターディオンとする案が、ファンに対して提案され、投票によりルードルフ・ハルビヒ・シュターディオンと決定した。 国際サッカー連盟及びドイツサッカー連盟のスタジアム基準に適合させるため2007年より改築が行われ2009年に球技専用スタジアムとしてリニューアルした 2010FIFAU-20 女子ワールドカップ 2011FIFA 女子ワールドカップでは試合会場となったワールドカップ期間中は会場周辺での FIFA 公式スポンサー以外の企業名 商標の露出は禁じられるため、旧称のルードルフ・ハルビヒシュタディオンと呼称された。ありがとうございます。